first report is from London. 今夜はロンドンからスチュワートさんに伝えてもらいます。はい、Hello, Stuart. こんばんは。スチュワート。こんばんは。今日よろしくお願いします。ちょっと今夜は何の話題ですか？はい、今夜はイギリスの特別な貸し別荘について取材してきました。貸し別荘、これなんか特別なことがあるんでしょうね。どうなんですか？はい、日本ではちょっと考えられない貸し別荘なんですよ。ご覧ください。はい、やっとたどいたかな。じゃあどうしたら、鍵は。暗がりの中、懐中電灯を頼りにようやくたどり着いたスチュワート。鍵あった。荷物のために手車があります。手車。ちょっと風変わりな貸別荘の引き渡しです。ボウシー12頭がいます。危なくないけど近寄ってくることあります。へへ、マジで。農場の中を手押し車で進んでいくと、現れたのは修道院の跡。すごい、自分で開けないで。およそ900年前に修道僧によって建てられた建物が貸別荘になっているのです。お城みたい。部屋のドアも中世のままに残されています。ドアの向こうには新しい発見が。バスルーム、しかも階段があるんだ。廃墟だったこの修道院は1974年から2年かけて修復され、貸別荘として使われるようになりました。歴史的建造物を利用した貸別荘はイギリス全土に200軒近くあります。運営しているのは1965年に設立されたチャリティー団体ランドマークトラスト。資金を集め建物の修復を行い、貸別荘として広く利用してもらいながら歴史的建造物の維持を行っています。こちらはランドマークトラストが手掛ける最新の修復プロジェクト。800年前に建てられたアストリー城、かつてイングランドの3人の王妃たちが所有していた古城です。何世紀にもわたり改築が繰り返されてきましたが、20世紀致命的な事故に遭遇します。1978年火事で全焼、廃墟となってしまったのです。放置されたままの城を3年前にランドマークトラストがおよそ3億円の資金を集め修復に乗り出しました。A building which has become this terribly decayed is very expensive to put right, and it's not really a proposition for a developer, say, or anyone who wanted to do it as a commercial proposition, which is where we step in as a charity to give it another chapter in history. And we're really its custodians. But if we don't make that investment of time and effort and money, the building won't be there for the next generation, and our children won't enjoy it. We feel that is worth the effort.現在修復は最終段階。今年の春のオープンに向けて仕上げの作業が行われています。イギリスでは歴史的建造物を修復する場合、規定があります。注意してみると、壁のレンガの色や形が違っている場所があります。修復した部分とオリジナルの部分をはっきりさせ、どの部分がいつ作られたか分かるようにしなければなりません。ある時代のものに統一して修復してしまうと、
建物がたどった歴史が失われてしまうからです。建物の外ではボランティアたちによって庭作りが始まっています。庭のデザインは一般の公募によって選ばれました。採用されたのは大学で地理学を教えているケイト・ヘッペルさんのものです。The idea for the garden was to reflect the history of Astley Castle. So there are going to be three tall yew trees that will be clipped in the garden. And the idea is that as you enter, you will have a tall yew tree directly opposite the pathway, and there will be another yew tree here and here, and they represent the three queens that are associated with Astley Castle.ランドマークトラストをこよなく愛している家族がいます。マイク・トンキンさんは30年間ランドマークトラストの貸別荘を利用してきました。They're not for everyone. They're generally, I don't think any of them have televisions in. Sometimes they'll be a bit cold and frosty and, you know, sometimes inconvenient, difficult to get to. We might all just share one toilet in the whole house, or the toilet might not even be anywhere near the bedrooms, you know, and the bath will be, you know, nice, but it'll take ages to fill up. And, you know, so, but that's all part of the charm, I think. 夕食の後、子供たちは次に泊まりたい場所を探しています。歴史的建造物を守り、次の世代に引き継いでいこうというランドマークトラストの目的は、長い年月をかけて実を結んでいるようです。いやこれ素晴らしいね。驚きましたね。すごい素敵。別荘もすごいなんか素敵だったよね。行ってみたいですけどね。だからやっぱこういう歴史的建造物をね、貸別荘にするっていうのはやっぱり、まあフランスでもあるし、そうですよね、ヨーロッパでこういったアイデアはありますよね。そういう形での建物を保存していくっていうことですよね。すごく大事。そうあとこれ誰でも申し込むことができるんですかね。我々でもいけるのか。インターネットで、はい、誰でも簡単にインターネットで申し込むことはできますよ。できる。ちなみにだけどお値段っていうのはおいくらぐらいなんですか。今回紹介した修道院跡ですと、はい、5人が宿泊できて、1泊1人15ポンドから30ポンドで、はい、1800円から3600円ぐらいですね。かなり安いですね。安いですね。ただなんか、まあ、全部自分たちでやんなきゃいけないんだろうけど、うん、それにしても安い、ね、安いな。だから行ってみたいですよ。シュワートは利用したりしました。実は国に行くまで知りませんでしたが、これからもっと利用してみたいと思います。はい、いや本当なんか興味深い。だからこういった形でね、はい、安くするっていう意味という、いろんな人にやっぱり参加してもらいたいという試みじゃないですかね。建造物見てもらってということで感じてもらってという、はい、でまた補修することによって、その伝統技術、伝統的な大工さんの技術やなんかも残していける、そうだと思う、ね、いや本当にシュワート面白いレポートでした。ありがとうございました。 Thank you. Thank you. See you next time. Yeah.